すいません、石原明ですと。こういうふうに参加している石原明の経営のヒントプラス、最近別の遠い火山の島が、海底火山が噴火したということで、しかもこれ大きいからね、大変になるんじゃないかと思いますが、お届けします。今日はですね、614回目、前回お客様の声の収集方法、はい、引き続きで、うん、はい、これね、かなり難しくて、絶対に紹介させる方法ってないんです。紹介だけで成り立ってる会社もあるはある、でも計算してゼロからできるかっていうのって難しいんです。なので売上のマックス 20%、 10% でも紹介来たら成功ぐらいの感覚だと思った方がいいです。中には老舗とか行列ができていたお店だと紹介だけで回ってたりするんですけど、再現性がないんです。もしくは分かっててもできない、歴史があるとかテレビに出てるその人が第一人者だったりとか、やりようがなかったりするので難しいんですけど、僕が考えていることをお話をします。まず紹介が起こる公式がありまして、実際に商品を送ってきたとしても来店するんでもいいんですけど、それをやる前の期待値よりも実際のことがどれだけプラス良かったかっていう、これがプラスにならなかったら口コミは起こらない。ただ逆に起こるんですよ、マイナスの場合でも。めちゃくちゃこうまずかった場合、飲食店であまりにもまずかった場合の方が言います。正気の沙汰じゃないみたいに言いまくるんで。ですけど今回は そういう方の口コミじゃないじゃないですか。で逆に注意していただきたいのが、マイナスはみんなに広げやすいんですよ。超強力でその人の思い込みだとしても絶対行かないです、そんなん言われたら。もしくは書き込まれちゃったら、だからどっちに触れても広がっちゃう。しかもマイナスの方がちょっとでもマイナスなだけでも広がっちゃうんです、うん、なので大前提として商品サービスが圧倒的である必要があります。だからこれは前の回でずっとターゲットとか判断軸って話をしてるんです。あれと全く同じ話で、あそこが合ってれば合ってるほど期待値を超えるんです。ターゲットを絞る判断軸を自社の強みに変えるっていうことは、よりそのサービスに合ってる人が来る可能性が高いってことは、期待値よりも起こる現実の方が高いからプラスになる可能性が高いんです。なんで圧倒的な商品サービスを提供できる準備をしたプラス、ターゲットと選定、判断軸とか見せ方、企画っていうのが全部ハマった時に初めてプラスになるんで、紹介が起こる可能性があると思います。ただ戦略的に期待値を下げるっていうことをやる会社もあるんです。これすごい難しいんです。なんでかちょっと期待値下げすぎるとそもそも来ないし買わないから。これは大企業とかが商品の供給をコントロールしたりとか、いろんなことで操作することもできるし、通常は接客サービスなんて求めてない業界でものすごいコストかけて最高の接客をするとかって、ちょっと特殊なことやればできなくはないんですけど、中小零細企業がゼロからやるようなことじゃない、はいはい、なので期待値下げる時点で売れなくなっちゃうんで、費用対効果が合わないんですよ、広告の。だから成り立たないんです。考えると王道なやり方、期待値より低くならないっていうのを最低限の目標にして、マイナスの口コミがまず広がらないようにする、これ大前提。あとは口コミを広げるためには話題にならなきゃいけないので、マスコミ戦略、マスコミに取り上げられることが重要だと思ってて、そのためにはポイントが1個は、無理やり話題を作ることです。これ簡単なのが、何でもいいんでギネスに出るってことです。ギネスブックって誰でも出れるんです。お金で買えるんです。普通に世界中からギネスブック社に来るんですよ。 99.9% 通らないんですけど、個人が30万か50万か分からない、法人も30万くらい、担当者がつくと、こうやったら取れますよって提案が来るっていう時点でよく分かんないですけど、通るんで、世界一の何々ってやるだけで、世界一ってやってギネス認定ってやるだけで通りますよ。世界一ギネス認定のカレーパンだったらマスコミ来ますし話題になりますから、はい、っていうふうに無理やりそういうのとか、親子でできるイベントとか、あと無理やり行列作ると1個1500円か1800円のカレーパン限定5個ってなって、どうやるとその値段にできるのかがわからない。でも後で見たら100個に1個しかできないウコッケーと、最高級の小麦粉、あとどこかの湧き水と特殊な油を使って、なんとか牛の肉使ってる、カレーのスパイスも世界中から取り寄せたやつを10年20年かけてカレーパンを作ってる店主がやっと編み出したやつっていうので、1500円とか1800円必ず最初になくなるんですよ。並んでるんですよ。事前の予約できないんです。でいう風に無理やり行列を作ると。そこで分かったのが、行列ってできるものじゃなくて最初は作る。
これも最初の話と一緒で、ダメだった場合全然美味しくなかったりなっちゃったら逆回転しますからね終わりますけど、はい、あとはコミュニティを作ってしまうってことです、はい、プロレス好きが集まる店とか、あとは居酒屋かなんかで奥さんが怖い共済家の男の人とか一人でしか来ちゃダメな、顔モザイクですけど絶対マスコミ来るじゃないですか、そういう企画を考えるとか、うん、あとはマスコミ手帳って売ってるんですよ、いろんなテレビ局、新聞、雑誌社の担当者の住所とか全部書いてあるんです、連絡先が、そういう手帳みたいのがあるんですよ、細長い。実際にこれ僕は瞬読という速読とかやってるんで、ピンポイントでここがいいだろうっていうことで、まず手帳を見てリストアップしてお手紙書いて、そしたら日経新聞とゴールデンの最初の15分吉本の芸人たちが体験するっていうので広告にしたら数千万円ぐらい、それとただですかっていう風にしてお手紙を書く方法とかですね、その時もこの商品をって言ったらアウトじゃない、だったらコマーシャルCM の方行ってくださいってなるんで、社会的な意義を作らないといけないです。コロナの今だからとか、社会的意義とかミッションみたいなものをうまく作って、一件ずつコピペで送ってないよっていう、で僕が当時だったのは10通ぐらいしか送ってないんですけど、すっごい時間かかったんです。一個ずつ過去の番組の全部調べて、はい、この内容のここが良かったとか必死に書いて送ったんです。その記事の担当者の名前も調べて、その人が書いてる過去のこの記事が良かったんで、ぜひ何々さんに取材してほしいっていうところまで書いたんです。あとはちょっとお金かかりますけど、強引にお金払ってインフルエンサーに依頼する、今で言うと YouTuber とかですよ、 TikTok インスタでフォロワー何十万人とか、ああいう方に直接ダイレクトメールというか DM 出してもいいですし、そういうのをまとめてる広告代理店も山ほどあります。なんでそういう代理店を通して依頼する、登録者10万人ぐらいの YouTuber で数十万円ぐらいなんですけど、僕のやってた美容クリニック一回やったんですよ。100万人超えてる女性のインフルエンサーに300万500万買ったんですけど、2000万ぐらい売れたんですよ。やっぱ効果あるんですよ。ただ口コミになるかっていうと、ちょっとこの辺は分からないんです、うん、ここで一個大事なのが、はい、口コミ対策で何度も言っているマイナスに気をつけてください。特に Google の星問題っていうのが、これ結構インパクトあって、うん、星が平均何個っていうのがパソコンで見ると出るじゃないですか。あれが 1. いくつってなってると平均ちょっと微妙じゃないですか、っていうぐらいインパクトあるところ星って、うん、なんですけど、これって同業者が書く場合もあるんですよ。これって本当に誹謗中傷だった場合は異議申し立てを Google の人が消せるんです。でも不快な思いをしましたっていうのは誹謗中傷じゃないじゃないですか、うん、消せないんです。なので星1個でも誠実に返信をすると、貴重なご意見ありがとうございます、うん、参考にさせていただきます。でこれずっとでも100個ぐらい星5個なのに、同業者みたいな人が星1個のやつを 2、3個ダーッといきなり来ちゃった。そうした場合は過去にたくさんの星5個をいただいていて、初めてこういうのをいただいたんで大変驚いておりますが、真摯に受け止めさせていただいてみたいな、返信しながら反論するというか、はい、やっぱお客さんそれはそれで分かるんで、100個も星5個あるのに1個か2個だけ明らかにおかしいトーンのやつだったら分かるので、ただこれはねやらせダメです。スタッフの携帯からやればいいだろうと思いますけど、 Google 賢いですから、やらせでやったのが分かると水を飛びます。場合によっては自分の会社名入れてもトップページに自分のホームページが出てこなくなるんですよ。あとはお客さんに共有するのもダメです。何が起こるかっていうと、割引するから書いてって言われましたっていうのを書かれちゃいます言えそうな人にだけ丁寧にお願いする場合によって、本当に嫌がらせみたいな1が何個か来ちゃった場合って、その何倍も5がないと薄まんないんです。なのでこの口コミ対策もバカにできないです。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございます。